人生の意味は貢献だと理解する人だけが勇気を持って困難に対処でき、成功をつかむ機会を得られる。仕事、交友、愛という人生の課題は取り組む上で起こる様々な困難、例えば対人関係のトラブルや自分の能力のなさを克服するために勇気を必要とする。勇気を得るには職場、教室、地域社会などで一定の居場所がなければならない。居場所がなければ前に進む気もなかなか起きないからだ。では居場所はどのようにしたら得られるのか。アドラーは他者に貢献する姿勢を持つことだと言った。自分が役立っているという思いが前に進ませるのだ。人生の意味は貢献だと理解する人だけが勇気を持って困難に対処でき、成功をつかむ機会を得られる。真の勇気はいつも有用な勇気である。経験や環境をどう受け止め、どう行動していくかはあなた次第。その際に困難があるにもかかわらず、積極的に社会と関わり、前向きに生きていくためには強いモチベーションが必要である。アドラーはこれを勇気と呼び、極めて重視している。アドラーが再三強調する勇気とは、非行や喧嘩を売るような空威張りする態度とは異なる。有用な勇気、すなわち目の前の課題から逃げず克服することを促す勇気なのです。真の勇気はいつも有用な勇気である。ある試験に耐えられるか、これを指して勇気があると呼ぶべきではない。自分を英雄に見せたがるのは、臆病なことが明らかになることを恐れていることに他ならないからだ。危ない体験をことさら自慢したり、無謀にも高いところから川に飛び込もうとする人がいたりする。しかしそのような人は勇気がある強い人なのでしょうか。確かなのは、その人が自分を必要以上に強く見せたがっているということだ。優越コンプレックスの現れだ。アドラーも勇気は英雄主義と同じではないと釘を刺している。勇気とはそのような強がりの姿勢ではないのだ。ある試練に耐えられるか、これを指して勇気があると呼ぶべきではない。自分を英雄に見せたがるのは、臆病なことが明らかになることを恐れているからに他ならないのだ。真の勇気を持つ人は他人からの称賛を待たない。控えめにためらうこともない。なぜならこれらのことはただ臆病の現れしかないのだから。他の人から称賛されることは励みになるけれども、称賛されなければ何もやらないような人は勇気を持っていないのだとアドラーは言っている。そのような人は他人の目ばかりを気にしていて、自分から何かをなす意欲に欠けているのです。つまり臆病なのだ。人生の課題に取り組むのはあくまであなたです。真の勇気があれば他人の評価など気にせず、まず自分から行動に移す。真の勇気を持つ人は他人からの称賛を待たない。控えめにためらうこともない。なぜならこれらのことは
ただ臆病の現れでしかないのだから。2匹のカエルがミルクに入った壺に落ちました。1匹はもう終わりだと泣き、溺れ死ぬ覚悟をしました。しかしもう1匹は諦めず、何度も足をバタつかせると足が固い地面を捉えました。何が起きたか、ミルクがバターに変わったのです。絶望的に思える状況だとしても、未来を嘆くだけでは何も始まらない。うまくいくかがわからなくとも、今やれることを精一杯やることをアドラーは勧め、若い人たちにこのカエルの話をよくしたそうだ。彼は未来が運命づけられているといった発想を退け、自分たちで切り開く勇気の大切さを説いたのだ。ウィーンにいたアドラーの弟子たちの多くがナチスの収容所に入れられたのだが、この話は彼らの心を揺さぶったと言われている。2匹のカエルがミルクの入った壺に落ちました。1匹はもう終わりだと泣き、溺れ死ぬ覚悟をしました。しかしもう1匹は諦めず、何度も足をバタつかせたところ、足が固い地面を捉えた。何が起きたか、ミルクがバターに変わったのです。眠れないことを恐れないでください。眠れなかったら眠らなくていいのですから。不眠症に悩む人に向けたアドラーの言葉。眠らないことに悩む人は多いですが、不眠症はともすれば何か別の悩みがあったり、目の前の課題から逃れたくて起こる場合があることをアドラーは見逃さなかった。そのような人は眠ることばかりを意識しても効果が出ないのではないでしょうか。だとすれば、眠れないことを悩むよりも、眠れなくしている目の前の困難に真摯に向き合う勇気を与えることが先決なのかもしれない。アドラーは実に温かい言葉で励ましたのです。眠れないことを恐れないでください。眠れなかったら眠らなくていいのですから。人の行動はすべて目標によって決まる。アドラーはどんな行動にも必ず目標、すなわち目的があると考えます。これをアドラー心理学では目的論と呼ぶ。例えば遅刻しがちという行動にも、ついついではなく目的があると考える。自分の方が立場が上だと暗に匂わせたい、そもそも相手と一緒にいるのが嫌といった目的があることに注目するのだ。目的はライフスタイルと関わっていると述べたが、目的に注目しライフスタイルを見つめ直すことで行動を変えることも可能なのだ。人の行動はすべて目標によって決まる。人が一本の線を引くとき、目標がなければ最後まで線を引けません。人間の行動がすべて目的を持つことをアドラーは線を引くことに例えて説明する。線を引くときにはどこへ引くか、すなわち目標となる地点を必ず考える。それと同じで、人間も行動するときには
頭の中に何らかの目的が存在する。あらゆる線に目標が必要なように、いかに突拍子のない行動にも目的がある。犯罪者には彼なりの目的があるし、赤面症や土嚢といった症状にも苦手な人の付き合いを避けたいといった目的が隠されているとアドラーは見抜いた。人が一本の線を引くとき、目標がなければ最後まで線を引けません。人がどこから来たかのみ知っても、その人がどんな行動をする人なのかわからない。しかし、どこへ向かうのかを知れば、どんな行動をする人なのかも予測することができる。私たちは不幸な生い立ちなど、その人が抱える原因から人間の行動を分析しがちだ。でも、同じ環境に育った人が同じことをするとは限らない。アドラーの考え方はこのように、原因が人間を決定づけると考える原因論とは違った。同じ環境や経験でも、それをどう受け止めるかは千差万別。どんな行動をとるかは各人が目的に応じて選ぶと考えた。目的を知ればその人の性質が見え、行動も読みやすくなるのだ。人がどこから来たかのみ知っても、その人がどんな行動をする人なのかわからない。しかし、どこへ向かうのかを知れば、どんな行動をする人なのかも予測することができる。過去を悔やむことは行動を起こさずに済むための目立たない、それゆえ好んで用いられる手法だ。目的論は様々なケースに適用できる。あらゆる行動は目的論で見ることでクリアになるのだ。そして行動とは行動しないことも含む。過去の失敗を理由に行動しない人は、行動しない目的のために過去の失敗を持ち出す。これは建設的な目的だとは言えない。そのような目的を持つのは、ライフスタイルが歪んでいるからだ。ライフスタイルを見直すことで、もっと建設的な目的を持てるようになるのだ。過去を悔やむことは行動を起こさずに済むための目立たない、それゆえ好んで用いられる手法だ。症状が治らないことよりも、もっと恐れていることがあることを本人は知らない。それは自分に価値はないという秘密が明らかになることだ。ここで言う症状が治らないとは、問題が解決しないと言い換えても通用する。さまざまな難題はしばしば目の前の課題から逃れる口実になる。何々だからやらなくて仕方ないのように、このような人は課題をクリアしない自分を見るのが怖くて、直視しない目的のために症状や難題が働く場合も。もちろん全部が全部そうだというものではないが、大事な用事の日に腹痛を起こして外出できないと、どこかで安堵する自分に気づくことはないでしょうか。これは身近なケースにも当てはまる。症状が治れないことよりも、もっと
恐れていることがあることを本人は知らない。それは自分に価値はないという秘密が明らかになることだ。ある患者は人生の課題を解決する際、建設的な面で失敗しないように全ての時間を非建設的なことで忙しくし、課題から逃れたのだ。人生の課題は困難が伴う。仕事の課題で言えば、いつもうまくいくわけではない。結果を恐れると課題から逃れ、そのことをもっともらしく説明するための行動に追われることがある。例えば、飲みすぎたからできなかったのだとの口実作りのために飲めない酒を大量に飲んだりする。アドラーから見れば、このような行動は失敗という現実を見たくない目的のために起こしたものなのだから、困難の解決にはつながらない。ある患者は人生の課題を解決する際、建設的な面で失敗しないように、全ての時間を非建設的なことで忙しくし、課題から逃れたのだ。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。